山田大輝は静岡県浜松市出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、J リーグジュビロ岩田所属、元日本代表、静岡県生まれであるが4歳まで愛知県で過ごす。サッカーの道に進んだのも4歳の時にずっと外で遊んでいたのを見た親が幼稚園にあった。 サッカークラブに入るのを勧めたのが、サッカーを始めたきっかけであると語っている。5歳の時に、静岡に戻り、ジュビロ岩田と出会い、ジュビロの下部組織である、ジュビロ SS 浜松に所属、ジュニアユースまで所属し、高校は、静岡の名門藤枝東高に進学。その後、明治大学へ進学。大学では1年次から、リーグ戦に出場していた。 大学3年時には、ユニバーシアード代表にも選ばれ、銅メダル獲得に貢献した。関東大学リーグ2さんは、66試合21得点を記録。大学卒業後、ジュビロ岩田と鹿島アントラーズから、オファーがあったが、ジュニアユースまで所属していたジュビロに入団。同期入団は、小林祐樹と近縁英学。2011年、1年目にして、 背番号10を任されるなどシーズン前から期待をされていた。開幕戦は途中出場だったが、期待通りの活躍を見せ、第2節以降スタメンに定着する。キレのあるドリブルやパスで勝利に貢献し、第10節のモンテディオ山形戦では、プロ初得点を決めるなどした。中心選手として活躍していたが、シーズン終盤に左下体の肉離れを起こし、 続けて、今度は右台後、中足骨を疲労骨折し、手術のため離脱し、終盤は試合に出られなかった。それでもシーズンを通して5得点を記録し、FW の選手を除けば、チーム最多得点者となった。2012年、柏レイソルに完全移籍した、ナス・オーアキの後を継いで、クラブ史上最年少ゲームキャプテンについた。また、 日本代表候補トレーニングキャンプメンバーに初招集される。2013年7月25日、東アジアカップ2013オーストラリア戦で日本代表初出場を果たした。2013年シーズン終了後、スコットランドのセルティック FC に練習参加。2014年7月5日に西京国スタジアムで行われた京都さんが FC 戦で途中出場したのを最後に、 ドイツへ出発し、ブンデスリーガ2部のカールスルー SC の練習に参加。岩田側は残留を希望したが、山田の強い海外遺跡の意思を容認し、同年7月24日に公式に完全遺跡が発表された。また、同日に柿谷を一郎などが所属している株式、会社バランスマネジメントとマネジメント契約した。8月3日に行われた、 ブンデスリーが2部開幕節のウニオンベルリン戦にスタメン出場し、公式戦初出場を果たした。9月21日に行われた 1FC ニュルンベルク戦でリーグ初ゴール、初アシストを記録した。岩田で対談セレモニーなどは行われなかったため、岩田サポーターにちゃんとした挨拶ができないままになっていたが、12月22日に静岡の上公園総合センター体育館で、 山田大輝選手激励会が行われた。その後、チームの中心選手として活躍し、山田の市場価値は半年で数倍に上がった。2014から15シーズンでは、33試合で6得点を挙げたが、チームは昇格プレイオフで敗れ、一部昇格は叶わなかった。2015から16シーズンは、岩田時代と同じ、背番号10に変更し、 32試合に出場した。2016から17シーズンでは、チームの調子が上がらず監督が4回も変わり、山田もレギュラーを外れる試合が多かった。チームはそのまま順位を上げることができずに3部へ降格し、シーズン終了後の2017年5月22日に、チームを退団することを自身の Facebook で発表した。カールスルーへ退団後は、 海外挑戦を続けるため欧州で移籍先を探し、ドイツとスペインの2部クラブと交渉、クロアチア1部クラブからオファー、J リーグの複数クラブからも打診を受けていたが、2017年8月30日に、古巣のジュビロ岩田への復帰が発表された。同年10月14日、J1 第29節、清水エスパルスとの静岡ダービーで、後半28分に、 アダユトンと交代で出場した直後、宮崎と彦が放ったシュートのこぼれ球を押し込み、復帰後初得点を挙げた。2018年シーズンは、4月1日に行われた J1 第5節浦和レッズ戦で J1 通算100試合出場を達成。5月5日に行われた J1 第13節柏レイソル戦でシーズン初得点を挙げ、勝利に貢献した。 2019年シーズンは J1 第一節、松本山が FC 戦で1点ビハインドで迎えた後半、途中出場の川又のゴールをアシストし、勝ち点1獲得に貢献した。その他の公式戦その他の国際公式戦。ありがとうございます。